はいどうも、ケマイです。今回なんですけど、9月17日の朝5時からあった PS5 の発表会のまとめをしていきたいと思います。というわけで、今現在朝6時半です。PS5 の発表会見るために朝5時に起きたんだけど、もうめちゃくちゃ眠かったんだけど、内容がすごすぎてもう今完全にお目目パッチリになりました。というわけで早速情報をまとめていきたいと思います。まずはみんな気になる PS5 の発売日、こちら2020年11月12日木曜日の発売に決定しました。結構世界的に予想されていた発売日っていうのが11月20日とかだったから、だいぶ予想より早い展開になりました。これあれじゃないの、 PS5 側が Xbox の発売日をさ見てさ、おいおい Xbox 11月10日なんだ、おじゃあ俺ら11月12日で一緒みたいな感じの、これ後出しじゃんけんでこう来た感じじゃないの。まあもう何でもいいか、とりあえず11月12日木曜日の発売に決定しました。次、これも気になる部分だと思うんだけど、 PS5 の価格、こちらなんですけど、通常版49,980円、そしてデジタルエディションが39,980円になりました。めちゃくちゃ安いっす。まあ、値段に関しては事前にリークされていた内容と合致していました。正直もうちょっと高くなるかなって思ってたんだけど、しっかりこの値段に落ち着いてきて、しかもデジタルエディション39,980円だよ。めちゃくちゃ安くない？どうすんのみんな、どっち買うの？俺は通常版買うけど、デジタルエディション39,980円、すげえ魅力的じゃない？じゃあ次にローンチタイトルの話をしようと思います。でこのローンチタイトルがマジで神がかっていました。俺が PS5 を買う理由として挙げていたゲーム2本、デモンズソウルとあとスパイダーマンマイルズモラレス、この2本がローンチタイトルとして入っています。で今回ローンチタイトルとして発表された作品の中には他にもあって、リビットビッグアドベンチャーとか、あとデストラクションオールスターズといった作品も入ってます。で、PS5 本体にデフォルトでプリインストールされているアストロスプレイルームっていうのもありますね。多分これは、PS5 の機能とかを楽しむためのゲームみたいな感じの、まあ、紹介、チュートリアルみたいな感じのゲームになります。いや、でも本当にマジで嬉しい。俺、みんなに内緒にしてたんだけど、俺、デモンズソウルに、高校生時代の全青春を捧げたのね。あの体験がまたできると思ったら、ほんとワクワクしかしないし、しかも、スパイダーマンマイルズ・モラレスもやばくない？俺、あれ、PS5 が発売してから大体1年後ぐらいに来るかなって思ってた、まあゲームだったから、正直驚き、早っと思って。ラチェット&クランクより早いんだと思って。作ってる会社同じだから。あ、そうなんだと思ったわ。ね、2018年、世界で一番面白かったゲームタイトルの、スパイダーマンの続編に当たるから、もう楽しみすぎて、本当にやばい。PS4 のスパイダーマンの時点で、あれこれもう次世代機の性能発揮してないって思ったレベルだったのね。だから本当の次世代機で発揮されるもうスパイダーマンの力っていうのはどんなもんなのかっていうと、もう想像しただけでちょっとやばいよな。っていう感じで朝からテンション上がりまくってたわけなんですけど、さらにね、ローンチ以外のタイトルでもめちゃくちゃ魅力的なソフトたくさん発表されました。まず一番でかいビッグタイトルで言ったら、ファイナルファンタジー16。これ発表されちゃいました、ついに。っていうか、この世界に FF の新作ナンバリングの発表以上にやばい発表ってないじゃん。それがね、今回のイベントの最初に来たの。だからもうインパクトやばすぎて、そこで一気に目覚めたの。ほーっつって。で、今回サプライズで発表された、新作タイトルの中には、ハリーポッターのゲームもあって、ホグワーツレガシーっていうゲームなんだけど、これがね、結構面白そうで、盛り上がってましたね。あと、デスループとか、バイオ8とか、まあ、事前に発表のあった PS5 で出ますよって発表のあった最新トレーラーとかも公開されていました。話は戻っちゃうんだけど、スパイダーマンとデモンズソウルっていう2本があれば、なんか PS5 発売して当日に買ったけどやりたいゲームがないんだよねっていうことにはとりあえずならないかなと思うから、そこはちょっと安心。じゃあ次に PS5 のスペックについて話すんだけど、SSD が 825GB になります。ただ、ゲーム1本あたりの容量っていうのが分かんないから、この容量で一体何本のゲームが入るんだっていうところはちょっとまだわからないよね。で、PS5 重さが約 4.5 キロということになってるんで、だいぶ重くなりましたね。PS4 の初期型でも 2.4 キログラムぐらいだったんで、まあ、倍まではいかないけど、そこそこ重くなりました。まあ、ちょうど俺が最近4キログラムぐらいのダイエットに成功したんで、その分が PS5 に行ったと思ってもらえればいいかと思います。は？
じゃあ次に、PS5 の予約についてなんですけど、こちらは2020年9月18日金曜日から、店頭などで順次開始されることが決定しています。でソニー公式からは後日改めて、予約方法については発表するっていうことでした。というわけでこの動画を見ている人は予約戦争に勝てるように俺はもう祈ってるんで頑張ってください。あとはコントローラーとかの周辺機器の値段も発表されていました。ワイヤレスコントローラー6980円、ヘッドセット9980円、 HD カメラ5980円、メディアリモコン2980円、デュアルセンス充電スタンド2980円。やっぱ思ったのが、俺基本的にさ一人でしかゲームしないからあんまりコントローラーを複数買うことってないんだけど、コントローラーって意外と高いよね。あともう一個すげえいいなと思ったのがあって、 PS5 で PS4 の名作をダウンロードして遊べるあのプレイステーションプラスコレクションっていうのが発表されました。で多分これ PS プラスに加入してれば遊べるのかなと思うんだけど、まず最初の段階ではバットマンアーカムナイト、ブラボー、フォールアウト4、ゴッドオブウォー、モンハンワールド、ペルソナ5っていう、この PS4 でのレジェンド系の PS4 のソフトが、どうやら PS5 でももうすでに遊べるようになるらしいです。これなんか PS5 向けにちゃんと調整されててさ、あのロード速度とかちゃんと上がってたらめちゃくちゃ嬉しいよね。いやー楽しみだな。というわけで PS5 最新発表内容まとめでした。いやーほんと俺あの発表会の内容見た後そのまんまもう一回二度寝しようかなと思ってたんだけど、もう普通にもう勢いでテンション上がって動画撮っちゃったよね。いやすげえ良かったよ今回の発表。まあ、これからもまたどんどん、ね、まあなんかあのローンチタイトルとか、まあ、他にも増えていくのかなとは思うんだけど、いかんせんちょっと予算がねPS5 本体でまあ5万ちょいでしょ。まずはソフトをまあ2、3本買って、まあ1本8000円ぐらいだとして、まあ3×24で、まあだからやっぱ、8万ぐらいはちょっと見といた方がいいかもしれないね、これね。まあ、とりあえずみんな忘れないように、9月18日、明日ですね、予約するようにしましょう。予約方法、公式からの予約方法のなんか案内とかがあったらまたちょっと改めて動画にしようかなとは思うんで、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。最後になりますが、こんな感じで最新のゲーム情報だとか最新のゲームレビューだとか、いろいろゲームに関する話題を雑多に取り扱っているチャンネルなんで、ぜひ、皆さん応援のほどよろしくお願いします。いやーマジであれだな、こんなに気持ちのいい朝ある？こんなに気持ちのいい朝あるんだね。俺生まれて初めてだわ。こんな5時に起きて。うわ、めっちゃ今日いい日だわっていう朝5時。いや、本当にいい発表会でした。ぜひね、発表会の方の動画もぜひ、動画リンク貼っとくんで、見てみてください。すげえいい発表会だったんで、40分ぐらいだったんだけど、そんな長くはなかったんだけど、内容量濃すぎて、とんでもない動画じゃない、発表会でした。というわけで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。